にちは、鈴木マリアです。今日は2月のコストコ購入品の日用品を紹介したいと思います。結構買っちゃいましたね。それではご紹介します。まずはこちら、じゃーん、ダウニーフレッシュビーズ1998円です。お洗濯物がいい匂いになるように前回ダウニーの柔軟剤を購入したので、今回ビーズと併用してもっといい匂いになったらなと。まだ使い始めてないんですけどね、まだ前の柔軟剤残ってた。意外と持ちました。前髪がよくわかんないな、前髪って難しいな。そしてこちら2回目の購入になります。 MR のおしゃれ着用洗剤 1.4 リットルで558円です。おしゃれ着用と普通のやつ分ける派なので買いました。はい、ケープのスプレーですね。ナチュラル&キープのスプレー2本入りで1080円です。前まではあんまりケープ使わなかったんですけど、北海道に来て雪で結構やられるのでするようになったんですよね。最近ちょうどなくなったから購入しました。そしてこちらは2回目です。フロッシュ、食器用洗剤2本入りで978円です。たくさん入っててとてもありがたかったのでまた購入しました。はい、これ初めて買いました。 TBC のエステティックマスク、フェイスマスクですね。シート状のマスク32枚入りが2箱。前まではよくパックフェイスマスクしてたんですけど、ちょっとめんどくさくなってしてなかったら、こう冬はやっぱり乾燥するのでおでことかすごい皮がむけ始めたので、今回はこちらを購入してみました。すごく良かったらまた使います。はい、カークランドの炭酸電池48本入りが1880円のものがストアクーポンで400円引きになって1480円でした。私の家の玄関はオートロックなんですけど、玄関にオートロックがついていて暗証番号を押すんですけど、それがね、炭酸電池が必要なんですよ。でもすぐなくなっちゃうので48本入りを購入しました。韓国とかでもそういう玄関多いみたいですよね、韓国ドラマとか見てると。そしてこちらクレラップ 50m 3本入りです。3本で1038円です。ラップも一生使うし消費期限もないのでそろそろかなと思ったので購入しました。こちらジップロック216枚入りで1888円です。これが高いのか安いのかはちょっとわからないけど、いろんなこういった保存袋がある中、このジップロックはやっぱり冷凍もできるし信頼してるので買いました。いっぱい安いのとか売ってるんですけど、やっぱりジップロックってすごいしっかりしてるから、直接入れなければ何回も繰り返し使えるし、一生分のジップロックを買ったぐらいの気持ちで購入しました。一つだけ訳あって別の日に撮ってます。寒い。キッチンアーハイター、業務用の大きさが3個入りで1258円です。我が家のキッチンが結構色素沈着しちゃうタイプなので、これは定期的にやめなきゃいけないものなので業務用を購入しました。これが1と2と3個入って、すいません、なんか寝起きなんでテンションおかしいんですけど、ファイターし放題です。お返しします。こちらが今回の日用品の購入品になります。次は食品編です。食品編も見てください。最後まで見てくれてありがとうございます。